一応行ってみようか。なんか、あ、でもフローゼルって図鑑どうだ？まあ、ブイゼル埋まってるとして、フローゼルって意外と埋まってない。あ、意外と埋まってない。捕まえに行くか。じゃあ、あ、本当だ、めっちゃいるわ。乱獲する？近づいてヘビーボールにしようか。結構バトル大変だからね。ヘビーボール、ヘビーボール作る？ちょっと遠いよな。これ届くかな。やっぱ届かないな。ちょっともうちょっとこっち来てほしいんだけどな。もうちょっとこっち来てほしいんだよな。届けー。ギリ届かない。食べられた。静かに待て、静かに待て。やっぱー、大バレした、大バレした。わかったわかった、やったるよ。3対1、入ればラッキー、入ればラッキー。お願いします、お願いします。よし、まず1体。よし、あと1体。よし、ゲット。うわ、めっちゃいいんじゃん。もうまだでめっちゃいいんじゃん。これでさ、フローゼルいったんじゃない？ちょっと逃げましょう、逃げましょう。もっとレアポケの大量発生見たかったな。雨降ってんのにさ、よくこの焚き火が持つよね、これ。料理とかないもんな。すべてのポケモンと出会えっていうのは、プレートを集めるってことじゃないよね。図鑑を作れってことだよね。はいはいはい。あ、まあこれはね、大事なのはそのフローゼルの図鑑が完成したかどうかですよ。あ、完成してる。あ、シリーンもさっきのね、そうだね、サブ任務で。はい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 。まあこれはこんなもんでしょう。で、湖ね、あと2つ行きましょう。黒竜の原野はね、比較的その進んでますから、あの図鑑が。グレンの湿地とかはね、まだ全然なんで、結構歩きながら行きたいと思います。乱獲、乱獲。ちょっと落とし物取りながら行きましょうよ。先にこっち行って、で、右行って上行ってかな。ってなるとどっちだ？こっち、なるほど。この辺に落とし物があると。ありました。それから次こっち。あ、この上かな、落とし物は。そうですね。な、今何の親分の音だ。これか、リングマか。なるほどね。ほいで、次が、
こと、目的地はどこだ？あっちか。あ、じゃあもうほんとついででいいんだ。ここにピン刺して、はい、ほんで、あっちか。あ、結構距離あるね。あ、だらだら行きましょうよ。他には？おう。危ない。いや、それ曲げんな。攻撃曲げるやつがおる。おら。入れ。よし。ゲットー。ここ睨まれ放題だな。ゲット。もうちょっと許してくれ。どっちに向かうんだ。ピンは、あれ、ピンは、あっちだ。あれ、もうこの、あー、あった、落とし場だった。先にお前だ、先にお前だ。オケマル、オケマル。あれですね、落とし物。はい。で、次の落とし物がこれと。ピンとしてはあっちか。ちょっと、あの親分めんどくさいから、ちょっとこっちからまあ行きましょう。いや、あれ、トゲチック飛んでない？あれってウォーグルでさ、戦えんのかな？無理か、さすがに。ほら、遥か上空行ったよ。やっぱ投げれないか。ブブって言われた。やっぱダメなんだ。いや、ここトゲチックいるんだけどね、これ。トゲキッスか。トゲチックだよね。と思ったら、これ落とし物じゃないか？これ。さあ、これで、ここですね。先にこれに行こう。それがどっちですか？こっちですか。あ、ここ登っていくのね。自分の歪み発生するな、あそこ。やる？一応やっとくか。発生した。うわ、こ、えぐ、えぐ、ポリゴン Z。ポリゴン2か、あれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、緊急回避、緊急回避、緊急回避。ダメです。逃げましょう。一回、撤退です。撤退です。撤退です。じゃあ、もう一回、突入します。孤立のさ、なんか、あれやばいよな、あれ。いや、マジ、あの、孤立やべえって。やるか。怠慢ならなんとかなるか。うわ、やば。レベル78だって。これさ、ハイパー投げたら入ったりしないかな。無理かな。格上だし、難しいかな。ダメか。自己再生やめて、自己再生やめて、やめてー。めっちゃ戻った。
お、出すことのできる技がない。え、反動によるダメージ落ちた。違う違う違う、ゲットしたかったの、ゲットしたかったんだけど。あ、ポリゴン、ポリゴンはマジで普通に欲しい。タイマンがいいよ、タイマン。うわー、ついてきた。しかも変な画角。神通力。あー、倒しちゃった。急所はダメよ。あ、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃった。お、キルリアに進化ついてる。え、これどっちになるの。サーナイト、エルレイド。あ、サーナイトっぽいぞ。いいですね。あ、サブ任務見えてきましたね。あ、席じゃん。席がサブ任務持ってんの。ヒロヒコじゃねえか。いいところに来たな。お宝を見つけたぜ。気になるよな。まあ教えてやるんだけどな。気になるよ。さすが調査隊だよな。好奇心が科学を発展させるって学者先生も言ってたぜ。だがただで教えるにはよ、あまりにも価値のある代物よ。金剛団の宝、あんたの心を見せてもらう。要するに俺と勝負しな。オッケー、はーい。オッケー、はーい。よーし、ちょっくら胸を貸してもらうぜ。あんたが強いのなんて百も承知。それでも挑む。金剛団の未来のために。ああ、そうだね。リーフィア使いでしてね。こっちは、初見のサーナイトだ。あ、ブラッキーもいる。ちょっと役不足だな。そうなっちゃうよな。神通力。どうよ、関さん。ちっちゃく。大したもんだよ。ほら、約束のすげえお宝よ。大金剛玉？え、これ金の玉の上位互換じゃない？リアルガンに使うと力がみなぎり、姿が変わる。これあのさ、ラストバトルでパルキアがあのなんか、牙、なんかあの牙っていうの？なんかあのケンタロスみたいになった、あれになるんじゃない？俺のじい様が有していたもんだ。何でも神王様、いや、ギャルガ様に関わるものだと。ギャルガ様を捕まえたあんたにふさわしいってことだ。ついでに言っちまうけどよ、落ちてきたのがあんたでよかったぜ。ポケモンとの関係、つまり世界とどう向き合うか、答えの一つを教えてくれたからな。これめっちゃ大事じゃない？あんたが現れたことで翡翠の時間は加速した。これから大きく変わるぜ、ポケモンと人の関係も。あ、これ使う。え、これ使っていいんだよね。おい、ちょっと出してみようぜ。あ、やっぱりこれ、このフォルムになる。話す。もう見上げらんねえもん。でかー。これさ、手がさ、そう、ケンタロスみたいに手があるわけじゃないから、普通に4本足って感じか。こらすげえな。また寄り道しちゃったよ。湖行きましょうよ、早く早く行こうよ。
ちょっとこんなとこで油売っててもしょうがないんで。あ、ここです。入りまーす。ちょっと寄り道しちゃってすいませんでした。アグノムキューバトルですね。捕まえろって話だよね、確か。滝の方向を撃ったらやられちゃうかな、大丈夫かな。あら、そうだよね、そうだよね、時の方向強すぎるな。時の方向ってそうだよね。ラスターカノンぐらいがいいのか。これでもうハイパーボール投げちゃうか。入ってくれ入ってくれ入ってくれ、ゲット。一発で入る仕様なのかもな。ゲットしました。湖を守るポケモンはあと1匹いる。捕まえよう。わかりました。じゃあ一回戻ります。あとは雪山か。18匹捕まえた。あ、そんなやってた。ふん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 。そうだね、自然の歪みで何もしてないな。背面取り4。金がたまる一方だな。はい、報告します。まあまあまあ、このヌメラとか埋まったんかな。これでキルリアを埋める前に進化させちゃったのが結構痛いか、もしかして。お、1080、ちょっと進みましたね。じゃあもう一個の湖に行きましょうか。